はい、皆さんこんにちは、名もない男です。はい、本日はですね、ついに買いました、オスマアクション4、買いました。で、夜間がね強いってね、伺ってたんで、ぜひともねこの性能がねどんなもんなのか調べたくて、夜にご飯を食べに来てます。で、ただいまねこんなところにいます。快活クラブが隣にあるんですね。で、向かい側には弥生軒なんかもありまして、で、本日行くところがねこちら、天下一品さんです。はい、一応ね試し撮りね撮ろうかなって思ったんですけど、どうやら天下一品さんの動画を撮るとバズると、なんかネットで書かれてたんで、お、じゃあ俺こってりマックスっていうの食べたことないからちょっと食べてみようかなって思って、来させていただきました。はい、ではですね早速向かってみましょう。これ画面を見る限りだとさ、めちゃめちゃ綺麗なんだよね。うん、じゃあここでいいか。なんかさ画質めちゃめちゃいいんだけどこれこんなんやってんだ、なんかねタブレットでやるらしいです。俺が食べたかったのこれ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 、うん、へー、あーこれはね大盛り変更にしようか。うん、固めでいいや。苦手なものないね。これだ、天津飯が気になったの。もうちょっと頼んでみよう。これにしましょう。で、お水はねこんな感じ、蓋がついてんだね。で、調味料も蓋がこうやってついてんだね。面白い。よし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 、じゃあね出来上がるまで待ちましょうあーちょっと汚れてきた汚れてきたねこのね画面がね前のカメラに比べてちょっと暗めなんだよね。これどうなんのかが分かんない。あ、はいはい、よし、なんかねこってり天津飯っていうのを頼みました。あとノーマルの天津飯じゃなかった、ね、こってりスープがついてんだ。このスープがってことでしょ、こってりってことなんでね。面白そう。じゃあ先にこれちょっといただきましょう。いただきます。なんかこのこってりスープがついてるっていうの面白いね。でちょっといただきますね。なんかね意外にうまい、ね、普通のも天津飯とはやっぱ違うね。うまい。そう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 。あ、はい、あ、すいません、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。あ、そうだ、すいません。そうだ、忘れてた。ごめんなさい、さっきのなんかニンニク？ニンニク薬味ですか？あ、はい、お願いします。はい。そう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 。これ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 。やっぱニンニク欲しいよね、豚骨だから。で、届いちゃった。こってりマックス。ちょっと待ってね。こっち。で、このさ、この味さ、このニンニク薬味っていうのがうまいんじゃないの？これこういう感じにしてさ、混ぜてさ、食べたらうまくなるんじゃないのかな？うまい。うまい。よし、じゃあね、今度ね、こってりマックス。食べましょう。あ、すげえ。あ、すげえよ。すげえドロドロ感。よし、じゃあこれねちょっと食べてみましょう。でいただきます。うまい。わかるわ。
でもこれしかもうまい、絶対にこれ合うわ。ちょっとね、天下一品ハマる人がわかるかも。うん。スープが重すぎてチャーシューが崩れちゃった。なんか一番下になんか書いてあるな。うん。ごちそうさまでした。うん、下に何か書いてあると思ったらローマ字で天下一品って書いてあるんだね。もう初めて知った。うん、くたくたくた。うん、ごちそうさまでした。美味しくいただきました。どういうこと、どういうこと、どういうこと、これをこうすんの。すげえ。でお支払いに進む。で、これをこうすんの？あ、そっか。もう収益化できてるからこっちなんだ。うわ、怖え。これ間違ったらケーキとして落とせないじゃんね。これだ、領収書明細。これを取っとかないといけないんだ。まあ、つっても年間20万いってないから。多分大丈夫だと思うけど。なんか怖いね。はい、じゃあ天下一品さんありがとうございました。いやー美味しかったね。なんかあれだね、豚骨じゃないんだね。でもニンニクがあるね。うん、これはこれでまたうまいね。で、今回よりね、ちょっと動画編集ソフトが変わっちゃったんで一言総評コメントが言えません。ということでね、このまま締めさせていただきたいと思います。はい、いや、うまかった。生まれて初めてだもん。いや、都内にいたからいっぱいあったんだけどね。生まれて初めて行った。うん、美味しかったです。ありがとうございました。うん、というわけでね、本日の動画は以上にさせていただきます。本日もご視聴ありがとうございました。